エンリコレッタは、イタリアの政治家、大議員議員、第83代閣僚評議会議長、通商産業技術賞、欧州問題担当賞、首相不次官、欧州議会議員などを歴任した。2015年9月より、パリ政治学院パリスクール・オブ・インターナショナル・アフェアーズ、学部長、トスカーナ州ピサ出身、父のジョルジオは、数学者で、 ピサ大学数学科教授。高校時代はフランスのストラスブールで過ごし、ピサ大学で政治学と国際法を専攻。サンな大学院で EU 法を専攻し博士号を取得。キリスト教民主主義に入党し、1994年の回答後はイタリア人民党、2002年からはマルゲリータに所属した。1998年末しダレマ政権で、 欧州問題担当省として初入閣。イタリアでは戦後最年少の閣僚となる。以後、通商産業技術省、欧州議会議員を経てロマーノプロディ政権で首相不次官を務めた。2007年には民主党の決闘に参加した。2009年、地方選挙敗北の責任を取って当初機長を辞任したワルテル・ベルトローニの後継と、 なったダリオ・フランチェスキーニ体制で副書記長に就任した。書記長選挙でフランチェスキーニを破ったピエル、ルイジ・ベルサーニの下でも副書記長を務めた。2013年、民主党を軸とする中道左派連合が下院選挙で勝利するものの上院選では過半数獲得に失敗。その後の大統領選挙で党内に造反が続出したことより、 ベルサーニと共に執行部を退任する。しかし、大統領に再選したジョルジョ・ナポリターノより、主犯指名され、4月27日に閣僚名簿を提出。翌28日に就任宣誓を行い、戦後3番目に若い首相となった。2014年2月、自らが所属している民主党から政権運営への批判が起こり、党内の支持を失ったことから辞任を決意し、 2月14日にナポリターの大統領に辞表を提出、大統領もこれを受理して、わずか10ヶ月で首相を退任することとなった。2014年2月17日、ナポリターの大統領は、列タの公認として、民主党のマッティオ・レンチ初期長を次期首相に指名、組閣を要請した。シルビオベルルスコーニの側近であるジャンニ列タは、お辞にあたる。ありがとうございます。